またイベント会場に救護所があります。皆さんの右手側、警察ブースの近くにありますので、万が一気分が悪くなった方はご利用ください。こちら皆さんから見て右手側に救護所があります。改めまして、本日は能登半島応援コンサートにお越しくださりありがとうございます。司会は私、神戸のご当地アイドル、神戸リーズの森島みなみが務めさせていただきます。よろしくお願いします。さあ、皆さんもう演奏待ち遠しいと思うんですけど、ここで少し神戸リーズの紹介をさせてください。神戸リーズは神戸の魅力と元気を全国に発信するご当地アイドルで、今年12年目を迎えました。神戸リーズは一日警察署と署長、永田警察署長ですね、をさせていただいたりとか、海上自衛隊阪神基地隊さんのイベントに呼んでいただいたりなど関わらせていただいていまして、今年私森島みなみは防災士の資格を取得しました。そして今回神戸市から能登半島を応援することができると聞いて駆けつけてきました。またここからは初めて発表する内容になるんですけれども、神戸リーズは防衛省自衛隊の活動を応援していて、なんと令和6年度自衛隊兵庫地方協力本部の広報大使に任命されることになりました。ありがとうございます。兵庫地方の推し活プロジェクトの兵チンファミリー、略して兵ファミって言うんですけど、兵ファミとして今後もイベントに参加して自衛隊の魅力発信に協力していくつもりですので、名前と顔もぜひ覚えて帰っていただけたらと思います。本日は皆さんよろしくお願いします。それでは演奏の前に強力な応援団が来てくれました。どうぞ。すごい。兵庫県にいたら見たことあるっていうキャラクターもたくさんいると思います。ぜひ前にどうぞ。気をつけてくださいね。すごいですね、来てくれました。あ、意外と大きいんですね。来てくださりました。じゃあまずお名前を教えてもらおうかな。お、教えてくれました。セーフティー村というのがあるんですね。神戸市消防局セーフティー村から来ました、ウーカンです。よろしくお願いします。そして、あ、警察なんだね。兵庫県警察から公平くんです。あ、そして、お、名前が書いてある、ひょうちん。ひょうちんは自衛隊兵庫地方協力本部よりひょうちんが来てくれました。ウーカン公平くん、ひょうちんです。みんなで会うのは今日初めましてかな。お、うんうんって、あ、初めてなんだね。この3人が並ぶの初めてだそうなので、ぜひ写真も撮ってください。そして、みんな今日は何が楽しみなんだろう。じゃあ公平くんに聞いてみようかな。何が楽しみですか。お、そうなんですね。今日来てくれたみんなと楽しくお話ができるのが仲良くなりたいなということなので、ぜひ皆さん仲良くなれたらなと思います。そして、みんなで写真とかも一緒に撮れたりするのかな。あ、オッケーってそうなんですね。じゃあ私も後で撮ってもらいたいなと思うんですけど、皆さんも写真撮影が OK だそうです。そして、あれ、ひょうちんも何かあるのかな。あ、この会場内を歩いてくれてるそうです。3人がこの会場内を歩いているので、ぜひ声をかけて一緒に写真を撮ってみてください。それでは皆さんありがとうございます。それでは気をつけて帰ってね。ありがとう。
すごい可愛いですね。まさかみんな私よりも身長が高いと思ってなくてびっくりしました。それではここでですね、各地の消防、警察、自衛隊の能登半島地震での活動の状況を放映したいと思います。それではこちらの画面をご覧ください。